皆さんこんにちは、メルです。明けましておめでとうございます。2020年もね、ちょこちょこ更新していこうかなと思うので、ぜひ気になった方は見てください。よろしくお願いいたします。私は今上海に、来ております。はい、上海はね、先月じゃないや去年の11月に一人で一回来た時にかなり楽しくて、今回も弾丸でですね、12月31日昨日からね、明日まで、上海にいようと思っています。今日1月1日はちょっとディズニーランドに行ってきたいと思います。行ってきます。すごい、駅からね、めっちゃ歩く、かなり遠いです、駅から。ということで、ディズニー着きました。はい、結構ね、ホテルから電車とタクシーを使って1時間半ぐらいかかったんで、かなり遠かったんですけど、まあ、今回ね、空港間違えたんでね、空港じゃないや、ホテルをね、ちょっと間違えて撮っちゃったんで、かなり遠くなっちゃったんですけども、普通にね、浦東空港からだとね、タクシーで15分ぐらいで着くみたいなので、近いと思います。はい、ということで、これから、ディズニー行ってきます。はい、こっから荷物検査をして入場できます。目当てのマーベルユニバースに来ました。この間ね、マーベル行くの忘れちゃったんで、今回はちゃんと行きたいと思います。スパイダーマンに会ってきて、その後グルートのね、人形買いました。最近すごいね、アベンジャーズ好きで、そう、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを見てね、グルートとロケットがめっちゃ好きになっちゃって、ちょっと今回グッズをね、見に来たんですけどね、はい、ちょっと探しに行ってきます。はい、ということでね、お昼ご飯を食べに来ました。はい、お昼ご飯はね、このなんていうの、シーフード麺みたいな頼みました感じです。これで、約85元だったので、まあ1000いくらかなだったです。はい、まあね、この間も食べてすごい美味しかったんですよ。なのでまた食べたいと思います。はい、上海のディズニーのね、料理も美味しいです。はい、ここも可愛いです。いただきます。うん、しかもなんか麺が普通の麺じゃないくてね、なんかちょっとこんにゃくみたいな麺です。いただきます。うん、うん、美味しい。ちょっと辛いんですけど、中華麺。卵もミッキー型です。すごい可愛いですね。
ということでね、今日は乗り物一個も乗らなくて、もうキャラクターに会っただけなんですけど、かなり時間をもう結構ね夕方になったので帰りたいと思います。はい、ということでね、ディズニーが終わって新天地っていう街に行ってですね、帰ってきました。すごいもうね、人が多かったのとちょっと疲れちゃって動画を撮れなかったんですけども、はい、帰り際にマックによってね、ちょっとハッピーミールっていうのを買ったんですよ。じゃーん、こちらです。はい、なんかスターウォーズのね、今おまけがついてるのでついつい買っちゃいました。はい、ということでね、ちょっと開けてみたいと思います。なんか日本にもハッピーセットってあるけどね、いろいろおまけがついてるやつね。今回スターウォーズってことで、まあ、これ見たらもうヨガだって分かってるんですけども、ちょっとこれ開けてみますね。こんな感じです。かわいいヨーダ、はい、ハッピーミール。あとはちっちゃいハンバーガーとちっちゃいポテト、超かわいいちっちゃいポテト、もこれ手のひらサイズのポテトがね入ってます。はい、超かわいいね。ハンバーガーもねちっちゃいです。すごいかわいい。うん、持ち帰りにしちゃったからちょっとぬるいです。うん、でも美味しい。普通に、まあまあ普通にマックって感じですうん、うんうん。はい、ということで今年もよろしくお願いいたします。今日も見てくださってありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということでまた見てください。バイバイ。